天明寺鎮は、神代文字の一種。天明知恵や、穴チとも表記される。町家市屋座、六行星屋座、馬市屋市下美寺とも呼ばれる。今日では、神代に実在した文字ではないとされている。日本語の五十音を表す四十七種の文字からなり、直線と点によって構成された死音と母音に、相当する字母の組み合わせによって、一つの文字が形成されている。 他に1から10までの数を表す、文字、100、1000、万、億の位を表す文字もある。穴市という名称は、穴市と呼ばれる遊戯に用いる印と形状が似ている、ことに由来する。また、マニナという名称は、マニと呼ばれる太マニの占い蝶に由来し、武蔵文字という名称は、六行星と呼ばれる、ご遊びに由来する。津島市の来人者で行われる。 木木神事では、毛を読む際に、穴チや津島文字が用いられる。薩摩藩によって1804年に編纂された、成形図説や、平田厚種が1819年に表した、神屋座日文伝に、穴チの字形一覧が掲載されており、河内国の平岡法林神社が所蔵する河原家に、記されているとあるが、その具体的な内容には、触れていない。 鶴峰主芸の部は、穴チについて、漢字、凡字、ハングルラテン文字など、世界中のあらゆる文字の起源であると主張し、尺日本紀比君では、穴チとカタカナの混ぜ書きが用いられているとする説を唱えた。国学者、落合直澄が1888年に表した、日本古代文字工では、穴チが記されているとされる土器の図が掲載されている。 竹内文書には、馬しやしかびあざとして登場する。ありがとうございます。